127を4ヶ月にわたり大特集。まずは日本で初めて開催されるドームツアーの中から東京ドーム公演の模様を5月28日土曜日午後5時55分より独占生中継&ライブ配信。そして6月以降は過去ライブのほか東京ドーム公演の模様と彼らのインタビューで構成される特別番組も放送。ミュージックシーンに新たな風を巻き起こす彼らの魅力に迫る。ワウワウで NCT127 を見逃すな。At home. 僕の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。ラジオネーム NS さん。東京ドームのコンサートを見に行けることになりました。初 NCT127 コンサートです。歓声を上げることができないので入り散るに私たちシジリーの気持ちが届けられるのか不安です。拍手や目線、応援、うちわで精一杯応援するので、どうか、イリチルの皆さんに届きますように。質問です。ゆうたくんに私たちの大好きって気持ち届いてますか？どうしたらドームで歓声の代わりに気持ちが届きますか？いや、届くよ。振ってくれれば届く。うん。しかも肝心のよね、そういうのって。てか、結構あれ、意外と顔見えるからね。顔見えるから、その時のみんなの表情で、まあ、こう、ブワーってね、振ってくれたらすごい元気出るよ。でもこっちは。うん、特に後半ね、ふわってなってる時にみんなのこの手とかね、こうやってくれる応援見るとすごい元気出るから、いっぱいいっぱい手振って、うん。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でキックイット。
아주 극적인 장면 그 깊은 곳에 눈앞에 펼쳐질 새로운 세상들 손 안에 잡힐 듯 내 안으로 들어와 어둠 끝에 다시 난 새로 태어나 This program is brought to you by Craft Boss. NCT 127ユータのユータットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。僕ユータが月替わりのテーマに沿って今感じていること、皆さんに聞いてほしいことなどをお話しする動画、クラフトボスのアフタートークが4月から番組終了後にアップされています。見てくれたみんなも、今日初めて見るみんなもありがとう。4月は変化をテーマに僕がお話ししてきましたが、5月は新しいテーマで気ままにトークをします。楽しみに待っていてください。皆さんとリモートで会話しているような、オンラインでつながっているような、そんな動画になっていますので、クラフトボスを飲みながら僕と一緒にお話ししていきましょう。詳しくはこの番組の公式ツイッターをチェックしてみてください。すっきりとした味わいが美味しいクラフトボスコーヒー、今ならラベルの QR コードから音楽必ず聴けるキャンペーンも実施中です。仕事や勉強のお供に、合間に音楽も聴きながら皆さん飲んでください。このラジオの後、クラフトボスのアフタートークもお楽しみに。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお聴きください。NCT127 ユータのユータアットホーム、 NCT127 ユータのユータアットホーム、さて今日はですね、〇〇し放題をテーマにね、お話ししていきたいと思います。これ新しいですね。まず思いつくのは何ですか皆さん。まあ、食べ放題とかですかね。なんかパン食べ放題や、お寿司食べ放題、そして焼肉食べ放題、全部好き。うん、食べ放題に行って元取りたいと思って全然取れないタイプ。うん、他にもいちごやぶどうなどのフルーツ狩り、ビアガーデンの飲み放題、いいね。またネギやニンニクなどのトッピングし放題、ご飯おかわりし放題など、バリエーションがたくさんありますよね。うん、この中でも俺はね、焼肉食べ放題とお寿司食べ放題しか行ったことはないんだけど、なんかこのフルーツ狩りとかさ、この中でさえもさ、なんか行ってみたいですね。結局やっぱ食べられないんだけどね。うん、そしてですね、娯楽施設にもですね、〇〇し放題すごくたくさんあります。カラオケ歌い放題、よう言ってた。うん、よう言ってたわ。遊園地の乗り物乗り放題、漫画喫茶では、漫画読み放題ね、インターネット使い放題、ドリンク飲み放題、そして投げ放題。どういうこと投げ放題？あ、ボーリングか。投げ放題プランのあるボーリングやゲームセンターにあるゲーム遊び放題のサービスもあるそうです。ちなみにですね、もし今メンバーと遊びに行くならですね、何したいかね。そうだね、それこそね、なんか俺今強がってんのメンバーに、うん、俺もう東京のこととかさ全部聞いてっつって、うん、どこでも連れてってあげるからっつって、ビルズ知ってるとか言ってんの俺最近ね、パンケーキのとこなんだけどっつってやってるわけ。そう、だから俺がなんかめっちゃ日本のすごいところ知ってると思って、どこ連れてってくれるんですかっつって、うんうん、どこ行きたいのとか言ってんだけど全然知らないっていう。ここでちょっと勉強しようみんな。そうだな、メンバーと行くなら、うん、ボーリングかなやっぱり。うん、ボーリングするとね、やっぱみんなね、ほら負けん気が強いからさ、結構ガチになると思うんですよね。
だからボーリングすると結構何ゲームもしちゃうんじゃないかなと。1日潰れるぐらい遊んじゃうんじゃないかな。やっぱゲームだね、うん、ゲーム遊び放題とかね、やったら行ってみたいですね。久しぶりにスポッチャーとかも行ってみたいな。メンバーと全部あるじゃん、あそこ全部あるからさ、1日で全ゲーム、なんかバスケとかもそうだけどさ、いろいろできるからね、行きたいですね。うん。で、続いてですね、サブスクリプションサービスも、丸々し放題ですね。音楽聴き放題、ドラマ見放題、漫画読み放題。で、最近変わったものではですね、洋服の借り放題、電車の乗り放題、ヘアサロン通いたい放題。すごっ。他にも全国にあるいろいろな住宅に住み放題という、これめっちゃいいじゃん。住み放題という住まいのサブスクまであったりします。めっちゃいいね。こう考えるとですね、身近に丸々し放題っていっぱいありますよね。まあ、ちなみにね、僕ゆうたの丸々し放題はですね、最近はもう髪の毛伸ばし放題よ。うん。髪の毛伸ばし放題。うん、もうそれぐらいかな。タンクトップ着回し放題でしょ。それぐらいかな。みんなの知ってる俺だよ。うん、ここでなんか聞けると思ったでしょ。なんもない。もう髪の毛伸ばし放題とタンクトップ着回し放題、それしかない。うん、それだけです。そして最後はですね、振る舞いに関する〇〇し放題というとですね、やりたい放題、言いたい放題、などね、自由気ままな〇〇し放題ね、時には悪い意味でも使われますが、人生やりたい放題などポジティブな言葉にも変換できますよね。うん、そうだよね、みんなね。はい。ちなみにユータアットホームにも〇〇し放題がありましてですね、24時間いつでもメッセージを送りたい放題ですので、皆さんどしどし僕にいろいろな声を聞かせてください。うん、24時間だって毎秒送って。うん。さてですね、続いては今週の偉いですね。皆さんからの褒めてメッセージに僕ユータが全力で褒めまくります。全力で。ラジオネームかりんちゃんさん、ユータくんただいま、おかえり。ゆうたくんに褒めてもらいたいことがあります。私にとって今年は集大成の年です。今まで積み上げてきたもののベストを発揮するためにいろいろと頑張っています。演技やソロ曲などグループだけでなく個人でも新たな挑戦をし続けているゆうたくんが心の支えで頑張れています。ゆうたくんに偉いと言ってもらえたらもっと頑張れそうなので、ぜひお願いしたいです。何に頑張ってるかわかんないけどね、集大成の年らしいので頑張って、そして偉い、本当に偉い。うん、頑張って、夢が、今年叶うように僕ユータも応援しています。まあ偉いっていうかこれ頑張れだな。うん、頑張って。うん。じゃあ続いてラジオネームミキさん、ユータくんただいま、おかえり。どうしてもユータくんに偉いと褒めてもらいたくメッセージを送らせていただきました。実は私勤続20年すごっ会社に勤めて20年になりました。偉いわ。この20年間移動や転勤があったり泣いたり悔しい思いも当然しましたが、それ以上に楽しいこともあったし、何より達成感があったのかもしれません。いいよね。あと同僚や上司、先輩後輩に本当に恵まれていました。20年経った今でも吸収できることが多いので、今の会社に入社してとても良かったです。普段誰も褒めてくれないので、大好きなゆうたくんに褒めてもらいたくてメッセージをお送りします。いやいやいや、偉いよ、すごいよ。俺だってデビューして7年だけど、あれだよ、偉いって言ってほしいもん。俺だって20年でしょ、そうそうできるものじゃないよ。やっぱね、こうひたむきにできる人ってそれ才能なんだって言うんだけど、俺本当にそうだなと思ってて、友達にね、ペンタゴンのゆうとっているんだけど、ゆうともね、すごいこの一個のことを、俺結構飽きやすいタイプだからパッ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 ってやっちゃう悪いところがあるんだけど、そういう人を見るとね、うわすごいなって思っちゃうね、やっぱり。うん。でね、やっぱすごい20年ってね、いろいろあったと思うしね、もちろんね、これも書いてるけどね、辛いことだったりね、なんかこのメッセージ読むと俺の母のことをね思い出しますね。いつもね言ってるんですよね、なんか友達とかね、仲間とかね、大切にしないといけないよってね、いうことをね、常々言われてたんで。で、私は、勤め先でね、すごい恵まれてきたという話をね、こう、すごい聞かされてたんです。だからこそ、こう、周りの人をね、大切にしないといけないよっていうことをね、こう、ちっちゃい時からね、常々言われてたんで、母のね、ことを思い出したりもしますね。うん。いや、すごい偉いと思います。これからも、頑張ってください。もしね、みんなも何かいいことした、
すごく頑張ったことなどあったらね、メッセージ送ってください。それではここで一曲をお届けしましょう。アドで永遠の明くる日。恋をしてしまった涙の跡洗う雨は虹の予告編だ。なぜ君がここにいないだろう。世界一夢な言葉強がって恨んでみたり、ララ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 ラ、NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのは後で永遠のあくる日でした。さてリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していこうと思います。ラジオネームふみちゃんさん。私には幼稚園、今年5歳になる娘がいます。今は子供向けの短い映画を見せたりしていますが、そろそろジブリを見せたいと思っています。一度千と千尋の神隠しを見せようとしたら、のっけから怖いと言われました。千尋のお母さんが怖いし、両親が豚になったのが相当怖かったみたいです。ゆうたくんはジブリ作品だとどれが好きですか？よかったら教えてください。ちなみに私が好きなのは風の谷のナウシカ、もののけ姫、ハウルの動く城です。そうだね、全部好きですよ。僕全部好きだし、全部多分見たと思うんだけど、やっぱ俺はやっぱ千と千尋の神隠しかな。なんかストーリー性もそうだし、あの感じのなんか雰囲気が好きで、絵のだから俺結構映画も内容もまあもちろん見んだけど、その見てる時にこう自分がわあ楽しいな、行ってみたいなとか、なんか映画ってそういう魅力もあるじゃん。自分が行けないところにさ、こう連れてってくれるみたいな、そういった意味で千と千尋が一番こう世界観が行ってみてって思ったかなっていう意味で千と千尋が一番良かったですね。ちなみにテオも千と千尋が一番好きって言ってたな。うん、いやめっちゃ面白い話だったわ。ドヨンとテヨンよう喧嘩するじゃん。昨日もね、俺の映画の話になって、クローズ知ってるっつってドヨンが言って、でテヨンがクローズ知らないっつって、お前知らないのクローズみたいな、お前千と千尋知ってんのかみたいな話になって、知らんわってなって二人とも知らないやつがあって、それで喧嘩したっていうね、よくわかんないんですけど、うん、そんな一悶着がありました。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームきょうちゃんきょうほさん。ゆうたくんただいま、おかえり。新学年が始まってしばらく経ちました。私のクラスは理系クラスで男子ばかりです。授業で話し合いの時間があるのですが、私は人見知りが激しく、相手が男子だとなおさらです。その人のことが嫌いというわけではなく、ただ話しかけられずにいます。高校最後の年だし、男女関係なく仲良くして楽しい思い出作れたらいいなと思っていたのに、話しかけられずにいて、相手から話しかけられたこともありません。愛護だねそれはね。正直ちょっと寂しくて、こんな自分も嫌になります。隣の子にどういう風に話しかければいいですか？ゆうたくんならどうしますか、教えてください。うん、そうやな、今やから言うんかもわからんけど、俺やったら例えば横にね女の子があって話しかけたいなと思ったら、やっぱ変わったことをね言うかな。うん、よく女の子ってさ変えたりするじゃん。なんか髪の毛切ったりさ、ちょっと匂い変えてみたりとかするじゃん。そういった時に、あれ今日髪の毛の なんかしたとか、ネイル変えたとか。で、間違ってる時もあるよ。変えてないよって言われる時もあるけど、それも話のあれになっていくんよ。あ、そうなん？めっちゃ変えたと思ったわ。とか。うん。あれなんか全然違うように見えたから、みたいな。っていう、なんかちょっと軽いジャブみたいなの、うん、打っていくっていうのもありだと思うけどね。でも難しいか。そういう感じでもないのかもね。だから、それはさ、その女友達と一緒に喋りに行くとかね。そういうのもあると思うし。後悔しないようにね。好きな人も作って、告白して振られてもいいじゃん。バレンタインのチョコもあげて、チョコもらいたいし、俺も。うん。チョコもらいたいと思うよ、男子も。そういうの、あるじゃん。うん。そういうのね、ぜひ楽しんでほしい。勉強ももちろん頑張りながらね。うん。頑張れ。喋りかけて、明日。うん。
明日からやで。頑張れ。よし、じゃあ次行きます。ラジオネーム赤さんさん、ゆうたくんただいま。私には大学で友達になって一緒の会社に就職し、誕生日も近く、そして同じシズニーとして、毎日連絡を取り合っている親友がいます。そんな親友が今年度から、職場環境が大きく変わり、辛い日々に心が折れそうになっています。私は親友の話を聞いてあげることしかできませんが、ゆうたくんは周囲で悩みを抱えている人がいた場合、どのように声をかけ励ましますか？そして親友やリスナーのみんなに、毎日お疲れ様という言葉をゆうたくんからいただきたいです。ゆうたくんの挑戦し続ける姿に、私も親友もみんな力をもらっています。ありがとうございます。そうだね、難しいよね。俺最近さ、ラジオしながらさ、ちょっと思ったことあんのよね。なんかこれ、またなんか俺歌詞にもしようかなと思ってんだけど、このさ、ラジオしててさ、俺のさ姿を見てさ、力をもらってますっていうメッセージもたくさん来るわけでさ、いやでも俺もみんなと一緒なんだけどなっていうことをね、ちょっと思ってたんだけど、でもさ、こうちょっとさ、かっこつけて背伸びしてさ、かっこいいこと言っちゃうこともあるわけ。うん、でもなんか俺、それってなんか嫌だなって思い始めたわけよ、自分でね。このラジオしてんだから正直になりたいなと思って。うん、だからこれからはね、俺もね、そういう部分ではみんなと一緒だよっていうことを言っていきたい。うん、だからもちろんアドバイスはね、してあげることはできるけど、俺だって同じことで悩むしね、泣いたりする時もあるだろうし、うん、だからそういった部分でなんか俺を励みに使ってくれたらなって思うね。なんかこう、俺も頑張ってるからみんなも頑張ってほしいし、みんなが頑張ってるから俺も頑張れるしみたいな。なんか言ってることまとまんないけど、うん、俺ね、最近ラジオしながら思ったんだよね。なんか何かっこつけてんだろう俺みたいな、うん、思ってて。そう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 、ごめんね。なんか今日ね、お疲れ様、それはお疲れ様。うん、なんだろう、慣れない現場っていうのはさ、やっぱ慣れるまでね、大変なことだったりいろいろあると思うけど、結構ね、そういうことって、まあわかんないよ、俺のあれだけど、時間が解決してくれることもあるし、うん、まあそこにね、行ったっていうことは、もうそこでね、ある程度頑張るしかないから、そこはね、頑張ってほしいし、うん、逃げたければ、いつだって逃げ出せる場所はでも作っといた方がいいと思いますね。うん、でも頑張って、うん、俺も応援してます。うん、じゃあ続いての曲いきたいと思います。 NCT127 でスーパーヒューマン。
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月はユータの一問一答、5つの質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速やっていきましょう。自分の長所は飾らないところ。自分の短所は飾らないところ。日常のささやかな幸せは、散歩してる時かな。宝物って何？シズニーのみんな、お風呂タイムの平均時間は、まあ日によるけど30分。ということで、ゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。今日なんか結構深い話したな。最後の質問がそうだっただけか。でも面白かったね今日もね。ということで、皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。それではみんなバイバイ。뒤를 숨어서는 타이핑 너무 쉽게 보였고 그만 더 들어댈 타이밍 yeah. 뚫어내 불안해 가짜는 걸러내 좌해 Where he's gone 왜 나를 찾아보다 밤새 가짜 인정해서는 너무 관심 서둘러 숨겨봐도 달로 내 거 proof 거짓 변명 따윈 던져 to the roof I'm something all day 너네 다 투명해 그저 내 눈에 I'm a night He's like lemonade 휘저 얼른 hurricane 안 들려 네 목소리는 noise He's like lemonade 자리 터진 게 This program was brought to you by Craft Boss. You can catch me cause I don't wait. Hold up, 듣고 싶겠지? Nightmare. 절로 듣겠지? Nightmare.